よし。これで一歩前進したはずだね。死にかけたんだ。それくらい当然だ。鳥居が見えるようになっているはずだ。探すぞ。行けそうだ。道は開いた。世界の境界は失われる。筋肉の力が分厚い壁に穴を開ける。世界を変えるのだ。懐かしいな。おい、遊んでる場合かよ。あれだな。よし、浄化しようぜ。考えれば分かることか。皮肉はいい。閉じ込められる前にここから出よう。結界の要になっているものがあるはずだ。探せ。まず一つだ。この調子で行こうぜ。あ、なんだ。
が仕掛けられていたのかよ。できすぎだぜ。二つ。結界は完成にどれくらいかかりそう？まだ大丈夫だ。結界を破ることに集中しろ。気をつけろ。結界が完成に近づいている。
飛び込んだからだよ。時間がかかってるな。さっきから後手に回ってばかりだぜ。凛子さんを疑ってるのか。ああ疑ってるぜ。凛子に何があったか知りたい。印の色が違う公衆電話を探せ。直接江戸に繋がる電話だ。それと使うにはテレホンカードが必要だ。それも探す必要があるな。こちらから連絡が取れるように使うとは思わなかったけどな。なんでわざわざテレホンカードなんか。
ほら。お腹減ってたのか？なんだ？どうする？何か教えたいんだろうね。持って行っていいかな。いいんじゃないか。今は非常事態だ。印が白い。これは違う。他のは当たる。俺が手本を見せてやるよ。
印の色が違う？ああ、これだ。もう大丈夫だよ。悪いが今は手が離せない。想定外のことが多すぎてね。なので現状の報告だけ行う。作戦通り渋谷から離れることができたのは僕とデイルだけだ。他のメンバーとは地蔵通り近くの駐車場ではぐれてしまった。 KK は死んだと思っていたが、転送装置から魂が送られてくることを考えると生きているかもしれない。以上だ。ったく人間嫌いめ。地蔵通りの駐車場か。江戸たちが待機していた場所だ。行ってみるぞ。なんとかしようぜ。何か落ちてる。これで少しは戦えるな。ああ、や猫。力が湧いてくる。めちゃくちゃに打ちまくってやろうぜ。自分で行く。
待ちなさい、エリカ。私はあの子を追うわ。あなたたちは計画通り渋谷を離れて。KK の方はどうするんだい？エリカは戦わせないと伝えて。それと渋谷のロッカーにこれを。承知した。エリカが行きそうな場所を教えてくれ。僕たちも探してみる。俺たちがうまくいかなかった理由がわかるだろう。渋谷駅に行くぞ。俺たちが連絡用に使っていたコインロッカーがある。リンコはそこに何か入れたみたいだ。連れて行かれるぞ。助けなきゃ。
チーマーの犯罪がひどかったな。チーマー？何それ。それも知らないのか。めんどくせえな。またここに来ちゃったな。もう用はない。行くぞ。乗りすぎだよ。できればもう戦いたくないな。見つからなかった時のためにここに鍵とメモを置いたんだ。凛子さんはこの部屋にも行ったのかな。必ず行くって書いてるからな。お客様には死んでも行くはずだ。よし。エリカって誰なの？泣く。まだよ。適合者の一人だ。俺たちと一緒に戦うはずだった。
だがリンコはエリカを戦わせなかった。エリカにだって戦う理由があった。あいつはあの誰かの思念がある。あいつ転送装置を使って移動しているのか。霊になっても消えないわけだ。リンコのやつ死んだ後もエリカを探していたんだな。エリカにだって戦う理由があった。あいつはあの狂った男の娘だからな。メモにあった団地はここだな。どこかにシートがあるはずだ。探してみる。まだまだいそうだな。
こは無理だな。なんか様子がおかしいね。
ずだ。調べよう。なんだこりゃ。思念が見リンコ、いや、もう一人いる。こいつ、病院で見たぞ。あいつらの仲間だ。やっぱり偽物だったってわけか。エリカって子を探しに来て敵に取り込まれたんだ。私の正体はバレたみたいだな。そういうことだな。じゃあもう騙し討ちの必要もないな。ここに閉じ込めてあげるわ。なんだ。消えた。どこかにいるはずだ。探すぞ。ケケ、この子は私が抑える。今のうちよ。ずいぶんとヘマをしたな。せめてここで取り返すわ。急いで。あそこ。リコ、これはお前を許していないぞ。私も許されるとは思っていないわ。でもまた一緒に戦うことはできるはずよ。ああ、そうかもな。お前次第だぜ。リンコ、もう少しそいつを抑えておけ。リンコさんは返してもらうぞ。外に出られた。リンコがいない。探すんだ。さっき見た公園と似てる。
リンクを切り離して逃げたか。リンコさんは？よかった、無事のようだな。はい、僕たちは大丈夫です。リンコさんの方は？問題ないわ。本当に問題ないのか？目は覚めたよ。それに取り込まれたけど、ただでは戻ってこない。この辺りの霧の発生源が分かったわ。今から教える。何か書くものはあるかな？大丈夫だ。この姿のいいところは、肉体や物質に縛られないところだ。今からあなたに送るわ。あとは二人に任せるわ。場所が分かった鳥居を浄化していくぞ。よかった、無事のようだな。はい、僕たちは大丈夫です。リンコさんの方は？問題ないわ。本当に問題ないのか？目は覚めたよ。それに取り込まれたけど、ただでは戻ってこない。この辺りの霧の発生源が分かったわ。今から教える。何か書くものはあるかな？大丈夫だ。この姿のいいところは、肉体や物質に縛られないところだ。今からあなたに送るわ。あとは二人に任せるわ。場所が分かった鳥居を浄化していくぞ。団地ってのは妙に不気味なんだよな。やたら静かでよ。
だ。あと、もう少しだな。気を引き締めろ。相手は何をしてくるかわからないぞ。助けられる。蛇みたいだ。ああ、おっかねえな。なんだ。
づかれた。分かってる。ちょっと無鉄砲すぎるか。これでまた強くなれた。やばい、戻らなきゃ。
い、アキト。あの光が消えてる。急いだ方がいいかもしれねえ。俺たちにもまだ味方はいるみたいだな。なんだ？食べるかな。よかった。食べた。気が悪いな。光はこの奥に集まっていたはずだ。よろしくお願いします。魂だ。全部あいつらが集めたものだ。なんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。いちいち反応してられないからな。けどな、たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。
確かにぶったたかれたよ。正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう。それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。ここから行けそうだ。あいつはマリに何をするつもりなんだ。俺はこの力をあいつに植え付けられた。あいつにとってはただの実験だ。お前の妹にもためらいなんかない。救うことだけ考えろ。実験台が勝手に檻から出たらダメじゃないか。てめえ、ケイケ、待って、マリはどこだ？一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく思う。何を言っている？マリを返せ！残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。何だと？私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。ケイケ、どういうことだ。こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。誰なんだあれ。すまない、勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。あとは魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか。肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。なんだこいつ。時は満ちつつある。君たちの相手はこの子にしてもらおう。
前ではまともに戦えない。こいつの近くに回って様子を伺え。無事か。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。エリカ、あなたの気持ちも分かる。だけど私にはその決断はできない。私は戦いたかった。お父さん、お母さん、リンコさん、みんな私を守ろうとしてくれる。私はいつも守られるだけ。長い間そのことに疑問を抱かなかった。でももう違った。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。こんな攻撃じゃダメだ。通じない。あいつの足を止める方法を考えないと。正面からは無理だ。背後に回らないと。まともにやり合うのは無理だ。隠れて機会を伺おう。
俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。背後に回らないと。わかった。気づかれないように背後に回ってみる。弱点だな。また拾ってきたの？仕方ない。もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ飼われていただけ。猫と変わらない。それは本当に生きていると言えるの？言えない。言えるわけがない。私はただの飼い猫。あいつの足を止める方法を考えないと。背後に回らないと。
けるしかない。守られるだけの生き方は私の存在を耐え難いほど軽くする。誰もそれを理解してくれない。守られる、守られている。私はただの器。何を入れるかは誰かが決める。私は生きていない、生きていない。あなたはここにいればいい。ここにいれば安全だ。違う、違うのよ。私だって生きていたい。まともにやり合うのは無理だ。隠れて機会を伺おう。正面からは無理だ。背後に回らないと。また経験、あいつを追わないと。この子まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。許されるはずない。
あいつを止めない限り終わらない。行くぞ。ああ。なんだかわからんが、クソったれなものがそびえ立ってるのはわかるぜ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。アキト、電話の音が聞こえないか。食べ、慌てずに食べな。儀式は進んでいるようだな。だが手に入れた木札の力で鳥居の場所が分かるようになったはずだ。先に進んでくれ。それと、ケイケ、エリカのこと、ありがとう。気にするな。汚れ仕事は慣れてる。本当なら、手遅れになる前に、心を決めておくべきだったんだ。まだですよ。まだ終わってません。今は僕たちが新しいチームです。アキトの言う通りだ。本番はこれからだ。だろ。ああ、ありがとう。よし、行くぜ、相棒。うん。助かったよ。何が？お前みたいに素直な奴は仲間の中にはいなかったからな。言いたいことはなんとなくわかるよ。
をうまく使えよ。なんか来る。乗ってきた。目が覚めたよ。神社を浄化するぞ。これで霧は晴れた。次に行こう。様になってきたじゃねえか。
どうだ。しまった。落ち着け。大したことない。悪いけど、終わらせるよ。どこかに上に行く方法があるはずだ。周囲を調べてみろ。あの巨人が塔を守っているみたいだ。ああ、厄介だぜ。
次だ。少しずつだが近づいてるぞ。うん、こうやって行くしかないね。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったぜ。負ける気がしないよ。気を引き締めろよ。に近づける代物じゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き剥がされるだけだ。じゃあどうすればいいんだよ。簡単だ。
思いっきり突っ込むんだよ。案内する。行くぞ。って大丈夫なの？前に凛子たちが霧を突破する方法を考えていた。それにかけてみるんだよ。あったよ。黙っておこうと思ったんだけどな。あとはレイを助けてあげるだけだね。
敬語だな。まあね。
そこだ。奥に行ってくれ。おっと、出てきやがったか。だがこんな時に電源を復旧できるかな。電源ならあのライトが転がっている方にあったはずだ。停止してみろ。何かわかるかもしれない。力をうまく使えよ。
てけ。分かってるよ。抵抗するんじゃねえよ。その部屋だ。取ってみろ。リンコが使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ。今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。知らないって、どうにもならないじゃないか。電話だぜ。またどこかの世話焼きかも。ずっと電話に張り付いていられないので、定期的に回線をつなぎボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声、エドだ。ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交流がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど KK、 どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。冥界の交流はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。この辺りだと御岳不動産ビルがいいかもな。